白報道、DY ホールディングス大広、株式会社大広は、大阪府大阪市北区に本社を置く広告代理店。白報道、DY ホールディングス参加。1944年2月28日に、金水道、経過者など、関西地域を本拠とする広告代理店14社が、統合し、近畿広告株式会社として設立される。 1960年11月1日に現社名に改称し、今日に至る。名お大広とは、大阪広告等の略称ではなく、大きく広く羽ばたくという意味で命名された。現在は、大阪本社、東京本社の2本社制を取り、全国に6カ所の事業所、国内外23の連結対象グループ会社を有する。それ以前には、クレオヒロという合弁会社もあったが、 2000年に複数の広告会社グループを要する世界第1位の持ち株会社グループインターパブリックグループを呼び、そのグループを構成するローパートナーズワールドワイドと業務提携を行い、グローバル対応の体制を整備。日本国内では2003年10月に白報堂読売広告社と共同持ち株会社白報堂 DY ホールディングスを設立し、 経営部門を統合。同年12月には3社のメディア部門を分割移転、総合メディア事業会社となる、白報堂、DY メディアパートナーズを設立して、事業上の協力関係を強化している。経営統合で、持ち株会社に株式移転するまでは、朝日新聞社やオムニコムグループ、および近畿日本鉄道が、大株主であった。千二十一年現在、アニメ、 特撮に関しては、白報道、DY ホールディングスが一手に引き受けているため、大公名義でクレジットされた作品は、ロボタンのリメイク版と、ののちゃんすべてが1970年代のものである。主なものを下記に列挙した。ありがとうございます。